ナスリンドウコ、レイクビュー、ナスリンドウコ、レイクビュー、ナスリンドウコレイクビューナスリン湖、レイクビューナスリン湖、レイクビューナスリン湖、レイクビューは、栃木県那須郡那須町にある観光牧場と遊園地の要素を合わせ持ったテーマパークである。那須高原の魅力は、那須五ほチャウス岳、朝日岳、サ本にありがたけ、南菓子山、黒、小谷武タの雄大な景色と春の筒子、総量の夏と澄んだ空気、 秋の紅葉と点在する温泉と多彩である。そんな中、1960年代に入ると、那須高原は、首都圏に近いこともあり、一帯は、別荘地の造成、分譲が、盛んに行われるようになっていった。その頃、那須町、高区地区で、古葉亭の隣接地から流れ出る、低温の湧き水をせき止めて、温水ため池を作り、灌溉用に使うという工事が完成しようとしていた。 農業改善事業の一環として作られるものであったが、そのため池の湖面仕様を江戸川用水と近い領区が認めることとなり、開発がスタートする。ナスは雄大な展望を誇る観光地であったが、日光や箱根のような水の風景がなかった。小さいながらもナスにおいても水の風景があれば、観光客の目を楽しませるに違いないと考えた日本ビューテル株式会社の創業者である。 柳内玄介氏は湖だけでなく、那須高原らしい風景として、牧場を併設することとした。1965年6月に開園。林道湖の名称は、当時の栃木県副知事と観光課長が命名したと、されている。現在も、日本ビューホテルグループの那須工業株式会社が、運営している。2014年4月に、林道湖。 ファミリー牧場から現名称に改称した。入園料公式ホームページ参照。スイス風レストラン、ラススイスオープン。林道湖、人造湖に隣接しており、ボート乗りや遊覧船のほか、ゴーカートやメリーゴーランドなどの遊具、ロードドレインや転車台、ラック式勾配区間を備えたミニ鉄道などの乗り物、動物触れ合い広場などがある。夏には花火が打ち上げられる。 終了したアトラクション。飼育動物、ジャージー牛、アルパカ、馬、ヤギ、羊、カピバラ、犬、ウサギ、モルモット、アヒル、白鳥、コイ。ナスリンド道コ、レイクビューの5頭のアルパカは、株式会社山越アルパカ村ゆかりである。2018年8月16日朝日新聞の、有刊に、旧、山越村、現。 長岡市のアルパカとのつながりの記事が掲載されお気に入りの台座やパーツを組み合わせてキラキラのスノードームを作る制作後はお土産にすることができる砂やパーツを組み合わせてオジナルのキャンドル作りが楽しめるお気に入りの台座やパーツを組み合わせてオリジナルのオルゴールを作ることができるお皿やマグカップに自分の好きな絵を描いて オリジナル陶器を作ることができる。好みの形のレザー、革を選び、木槌を使って文字を刻印する。名前や好きな言葉を入れて、オリジナルのキーホルダーを作ることができる。好みのプレートとパーツを選んで、プレートにパーツを貼り色をつけて、キーホルダーを作ることができる。レストランラスイスにて2018年8月3日から19日までの期間限定で、 国際テクニカル調理成果専門学校とのコラボがあった。ナス高原産の食材やナス林道湖、レイクビューで飼育したジャーアウシから絞った、自家製ジャージ牛乳を使用したオリジナルメニューを提供した。デザートには国際テクニカル調理成果専門学校オリジナルの TBC プリンも登場した。林道湖、レイクビュー園内にてラインドウォーレンボー。 林道レインボーをテーマにデザイナー、女子大生アーティストの辻愛イサゴが手掛けたアートスポット。フォトスポット一覧、石原和幸氏は英国チェルシーフラワー賞で高く評価され、2006年から3年連続金メダル受賞後、2012年から6年連続でアーティザンガーデン部門で金メダルを取り続け、獲得した金メダルは10個、さらに部門内1位に贈られる。 ベストガーデン賞とのダブル受賞は5度果たし、2016年大会では、出展者では最高賞のプレジデント賞を受賞した。ナス林道湖、レイクビュー園内に、国際ガーデニング賞の最高峰である、英国チェルシーフラワー賞で、数多く受賞の石原和幸氏が手掛ける庭園が2018年に、完成。園内には、全4カ所に苔や流木を使った。 独自の世界観の庭園が設置されている。石原和幸氏が手掛けた庭園一覧。林道湖にひっそりと佇む隠れたお参りスポット。19世紀前半のヨーロッパ、特にフランスで活躍した J. 海ミレー。1814年から1875年、J.B.C. コロ1796年から1875年、j d u p プレ 1851年から1910年、G ・クールベ、1819年から1877年、などの作品を主に展示しているスペース。林道っ子、レイクビューの入園料のみ必要。ギャラリーは無料、展示作品。好きな食べ物は、人参と牛乳。性格はわんぱくでやんちゃな男の子。たまにドジをするけれど、女の子には優しい。 好きな食べ物はお菓子とアイスクリーム。性格は明るく優しいけど怒るとちょっと怖い。とっても優しい女の子。牧場くんと緑ちゃんは双子ではない。恋人同士でもない。友達である。1981年、昭和56年のミルクプラントオープンに際し、マスコットキャラクターが欲しいという声があり誕生した。名前は社内公募で決定した。 主要4キャラクター以外にも、犬と馬のキャラクターが A として存在しているが、着ぐるみとしては存在していない。2015年7月にデビューした、林道湖、レイクビュー公認アイドルである。歌って踊って働くアイドルがコンセプト。現在メンバーは3人、ベニコ、ユキナ、サトエ。土日祝日に林道湖、レイクビューにテライブを実施している。を行っている。 2018年6月25日に東京愛刊山の窓にて出張林道庫ライブを開催したリリース曲プリズムベルここどこそこどこ林道庫トライデントイルミネーションボッチの夜にスタートお願い神様鳴らせプリズムベルここなす楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください